ケケンケンスパチュアあャがとうレースルのバンディエラ大谷選手は引退するんですがファンから見て、えー、長谷部が同時期にいなかったら代表の選手に定着してもおかしくない選手だと思ってたんですがレオさんから見てどんな選手の印象でしょうあの下平さんの時,時に手塚と組んでた時だけ見てたんですよめっちゃいい選手でしたねバランスチームのバランスね取りながらみたいなあのポジショニング間違えないでみたいな見るなとかのイメージなのかなうんそんな感じですね ハセビいなかったら選出されてたかどうかは分かんないけど、その、現に選出されてないからね。でも普通に僕はその時期の柏見てて、はい、いいダブルボランチだなと思ってましたね。